ファンが相手か。軍神カウン、何としても我らの手で討ち取りましょう。ふん、俺が最強であること証明してくれるわ。軍神じゃと？そんなものは知らぬわ。敵は皆殺しじゃ。そうだな、やはり戦は完全勝利が全て、協調など不要よ。関羽の天命が尽きようとしておる。急ぎ向かおうぞ。急ぐぜ。大の男がごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。さっさと行くよ。関羽が相手か。ちょうどいい、関羽を撃つまたとない機会。いいか、関羽はわしが撃つ。手出しは無用だぜ。関羽殿、決着をつけようぞ。両も怒りに任せて関羽を斬るでない。あやつは斬るには惜しい男だ。難しいことはよくわかんねえ。急いで関羽を倒すぞ。いいか、関羽は俺が撃つ。手出しは無用だぞ。関羽殿と温めた遊戯は忘れよう。両毛殿、いざ。関羽、あの軍神が相手とは、私の戦も輝きを増すでしょう。相手が関羽だろうと関係ない。この身を盾とし戦い続けるまで。父が認めるあの男、どれほどのものか私の目で見極めてやる。こうなれば関羽は是が非でも私たちの手で討ち取らなくてはなりませんね。この雨はきっと乱世を憂う誰かの涙。同じ気持ちを持つ私が争いを止めなければ。曹操殿がいたら仲間に従うだろうね。まあ俺には関係ないことだが。安城の味方は無事でいるだろうか。一刻も早く助けに参るぞ。ためらいは捨てて、気づいた時には取り返しがつかなくなるわ。またむさ苦しい戦場になるということか。戦も楽しいが花がないのはいただけないな。関羽を倒せば諸葛亮の片腕をもげる。さっさと行くぞ。天命は関羽にあるのか、私にあるのか、それを確かめるのも悪くあるまい。めんどくせえ。いや、なんでもない。天気も悪いし、適当にさっと終わらせようぜ。関羽は強敵だ。義の今後のために自分が排除せん。水攻めなんて思い切ったことをするのね。面白い戦いになりそう。軍神といえど所詮古い人間だ。英才教育を受けた私の敵ではない。竜の下で戦ってきた軍神、犬の私には過ぎた相手だが、奮戦しよう。軍神だってちょちょいのちょいだぜ。ああ、いや特に具体的な策はないけどさ。そんなことより、あなた顔色が悪いですよ。私に言われて心外でしょうが。関羽が相手か。ここで関羽を討ち取ればいい。諸葛亮目に一泡吹かせられる。大丈夫ですよ、関羽は繁盛攻めで隙ができているはずです。両毛、つべこべ言ってないで行くわよ。なーに、気にすんな。繁盛に乗り込みはどうにかなるって。こんなこともあろう。それより関羽を打ち漏らすなよ。関羽、待っていろ。お前だけは俺が打つ。まあそう言うな。関羽を打てる機会は滅多にないぞ。俺が関羽を打つ。
そがっていろ。あんたはそんなに張り切らなくていいよ。カンは俺に任せて後ろで休んだなっての。面白い戦になりそうだぜ。ここでカウの息の根を止めるのだぞ。必ずな。雨が気持ち悪いよ。さっさと終わらせちゃおう。辛いかもしれませんが頑張りましょう。この美しい繁盛の風景、是が非でも守らねばならぬな。相手にも大切なものがあるのでしょう。でも私も引くわけにはいかないわ。関羽が相手か。相手にとって不足はない。関羽殿を討ち取ってみせましょう。急いでください、両毛殿。せっかくの策が水泡に帰す前に。関羽、決着はつける。関羽よ、とうとう決着をつける時が来たようじゃな。関羽倒す。父上の下で鍛えた武、今その父上に向けねばならぬとは。関羽は確かに強い。でもなんとかなると思うよ。武は地があってこそ輝くもの。孔明様がそばにいない軍神など怖くありません。こうなれば覚悟を決めましょう。関羽は我らで討ち取るのです。軍神とは叔父上のことを言うのだな。なるほど、強そうだ。官兵には悪いけれど、軍神が相手で私は引かない。関羽殿が相手なんて不本意だけどさ、敵になっちゃったからには戦うしかないよね。父上の戦い、敵の立場で見られると。一歩でも近づくため胸をお借りしよう。あの人、私が勝ったら感謝くれると思う？ねえねえ、ちょっと聞いてんの？一度本気でやってみたかったのよ。どっちが強えのか勝負だ。自分が相手とは難しい戦になるな。弟よ、私自らの手で引導を渡してくれよう。